開会宣言ではないですけれども、工場を開始しますという流れで。福岡市博多区で始まったある建設プロジェクト。中洲に近い博多の老舗ホテルの外装工事だ。その訳は、はい、ツインルームですね。こっちこの壁の上に捨てられて、ま、窓はカーテンしてますからですね、はい、ですけど壁から来るんですもんね、熱がですね。壁が溜め込む熱気で室温が下がらない。熱を生まない壁にできないか。エコバイザーのアンカーウチというのを、進め出して同時進行で進めさせていただきます。今の外壁はそのままに、新技術で全体を覆うエコバイザー計画。ぶつかった風がここによって、集中的にここに寄ってくるんです。風の力で壁とバイザーの間にこもった熱を逃がす。この形に行くまでがかなりかかりましたね、やっぱりここまで行くのに。でこれでもまだ改良するべきところは確かにあるとは思うんですけど、温暖化に対しての機能が備わったっていうのが今回が初めてじゃないかな。ゴールデンウィーク明けに始まった工事、計算通りに機能するのか。全ては現場に託された。できることとできないことが現実に出てくるんじゃないかなと。通常の仕事の2倍の仕事になっているという。それでもこのプロジェクトにはものづくりの魅力が詰まっている。今温度が下がるかって言われて、君は疑っとるのかね。使命感にあふれてるんですけれども、何て言いますか、不安。技術の粋を持ってやり遂げたいなという。エコバイザーをここで止めてもらう。匠たちに与えられた時間はそう長くはない。壁からの熱に悩まされる夏本番が来るまでに、博多祇園山笠の舁き山が動き出す頃には。福岡市の建設会社アースを中心とした男たちの挑戦。風をつかめ、7月末配信予定。温暖化との向き合い方が変わるかもしれない。